浜湖はここ、狭山湖はここ、所沢駅はここ、菊水亭はここ。ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。今までの多摩湖の動画の中に菊水亭というのが出てくるんで、そこのね、菊水亭に行ってきました。はい、西部のね、リゾートエリアはここの赤丸の点滅のところです。はい、ここにね、来るには、まずね、いろんな行き方があるんです。で、国分寺駅から、西武ね、多摩湖線というのを使って、来ることもできます。はい、他にもね、西武新宿線で新宿駅からと、あと西武池袋線で池袋駅から来るというね、行き方もあります。はい、他にもね、拝島線とか、あと飯能から、あと川越からっていうね、着方もできます。青い線とぶつかったところは乗り換えてください。他にも上北台駅から歩いたり、西武沿線でね、来ることもできます。今日のルートは西武遊園地から、遊園地西駅に行って、菊水亭に行きます。で、食べ終わったら、多摩湖のね、堤防のところに行って、で、景色を楽しんで、あと狭山公園でね、遊んでですね。で、通り抜けて、武蔵大和駅側の入り口に出て、で、武蔵大和から帰ります。西武多摩湖線に乗ってます。これはね、新101系というやつらしいです。で、サンドア車のね、後ろ側はね、誰も乗ってないんで、全体がね、パノラマビューみたいな感じで、広角レンズでね、撮ってます。なんかね、この撮り方だとなんか電車に乗ってるっていう感じがしますよね。なんかいい撮り方を思いついちゃいました。これ iPhone で撮ってるんですね。で、ちょうどね、西武多摩湖線で、周り田信号場だったかな、そこで、ちょうどね、電車がすれ違いますからね。走りながらすれ違うっていうのがね、なんかすごいですよね。よく考えて作られてますね。そろそろすれ違うかな。あ、ちょうどすれ違いましたね。迫力ありましたね。はい、西武遊園地駅です。はい、このね、伊豆箱根鉄道のね、色と同じ電車に乗ってきました。次はね、レオライナーに乗ります。あ、ちょうど来ましたね。はい、こういうね、なんか特別な車両を見るとね、リゾート地に来たなっていう感じがしますね。菊水亭に行くには、隣のね、遊園地西駅まで、乗る必要があるので遊園地西駅に行きます。遊園地にね、入るんだったらこっちのね、西駅の方がいいんですね。はい、西駅にね、到着しました。遊園地駅西、遊園地駅じゃないや、遊園地西駅にね、降りました。で、西武遊園地はね、リニューアル工事をしてます。ここがね、入り口なんですね。では早速菊水亭の方にね、向かってみたいと思います。駅を出てね、すぐ左側にこういうね、通路があるんですね。で、ここをね、歩いて、で、階段を上って、あの三角形のね、橋を渡っていきます。ちょうどね、ここですね。ここの階段を登っていきます。菊水亭にね、入るときには、おでこにね、体温計で、赤外線の体温計で温度をね、測って、それから入りましたね。で、密にならないようにね、順番に呼ばれて、で、エレベーターもね、組ごとに、乗るようになってました。はい、
結構ね、なんかこういう橋を渡るとね、なんかワクワクしますね。結構なんか頑丈な橋っていう感じがするんで、安心して渡れますね。左側に見えるのがさっきまで行った遊園地西駅ですね。あと奥に観覧車見えますね。さっき乗ってた電車が折り返してくるみたいなんで、撮ってみたいと思います。右から来ますよ。もうね、折り返して遊園地西駅に到着しましたね。はい、ってことでね、菊水亭の方に行きたいと思います。はい、三角形の橋をね渡ります。これでね、ホテルに入れます。あ、こんなところにトトロ様が鎮座されておられる。はい、これね、タマコが見えるんですよ。だから森と、湖のリゾートって呼ばれてますね。まあ、景色がすごい綺麗ですよね。はい、菊水亭アイスコーヒー、料理の名前はちょっと忘れちゃったんですけど、はい、こんなね、中華料理が食べられます。美味しいです。はい、食べ終わったんでね、今度は表玄関から、出てきて、多摩湖畔の沿線沿いの道を歩いてます。こんな感じでね、歩けるようになってるんですね。あとね、向こう側が、サイクリングロードとかが、作られてますね。はい、向こう側がね、多摩湖になってて、向こう側に、渡ります。ちょうどね、横断歩道があるんでね、横断歩道を渡ります。で、多摩湖側の、道の方に来ました。で、草ぼうぼう生えてまして、結構ね、バッタとかキリギリスが、いますんで、子供とかがね、虫捕りで遊んだりすることができますね。はい、これがね、多摩湖なんです。多摩湖の、堤防のところをね、歩いてます。すごい長いね、堤防なんですね。まあ、堤防っていうよりかは、なんて言うんだろう、これ奥側にね、取水口があって、そこから水をね、取ってるんですね。はい、これがね、堤防から見た、西武多摩湖線ですね。そろそろ来ますよ。高校時代にね、多摩湖の周りをマラソンで走ったのを思い出しますね。下の狭山公園っていうところがあるんで、下に見えてるあの綺麗な道とか緑のところですね。そこがね、狭山公園って呼ばれてて、そこに降りる階段が設置されてます。そこのね、階段を降りていきます。狭山公園の入り口からね、ぐるっと見渡した景色になってます。まあ、あそこのね、建物のところに自販機があるんで、そこでね、ドリンクを買っておくと便利だと思います。他の場所にはね、ドリンクがなかったんでね。多摩湖から、柳瀬川が、出てるんですね。これが柳瀬川につながってるね、川になります。公園で、遊んでですね、通り抜けると、武蔵大和駅側の狭、山公園の入り口にやってきました。これで武蔵大和駅の方に、行きたいと思います。あ、なんかあるぞ。これは水路のトンネルですかね。はい、向こう側がね、武蔵大和駅ですね。はい、ホームにやってきました。赤電が来ましたね。西武線のね、昔の色ですね。これでね、国分寺行きに乗って帰りたいと思います。
はい、武蔵大和駅の、ね、前にローソンがあったんで、そこでね、水分補給してね、助かりましたね。結構この日はね暑かったんでね、はい、結構、大変でした。熱中症になるかと思いました。はい、多摩湖ねいかがでしたでしょうか。結構ね整備されてましたよね。それに、いろんな方向からね来ることができるんで、まあぜひね皆さんも行ってみてください。はい、国分寺駅のね、西武多摩湖線のホームですね。これでね帰ってきました。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。